このやり方が私もやって結果を出している本当に世界最先端のマーケティングのやり方なんです。こんにちは、ヒートルフィリップ太郎です。いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。今回はですね、私が世界の海外のマーケッターから学んで日本で実践してすごく結果を出している世界の最先端のマーケティング、デジタルマーケティングのやり方を解説したいと思いますので、興味がある方は必ずこのビデオを最後までご覧いただければなというふうに思います。はいね、世界最先端のやり方って何かなって思うかもしれませんけれども、やっぱりね、その最近のここ数年の大きなトレンドとしてあるのが、やっぱスマートフォンですよね。今ちょっと僕のマイクをね、このスマートフォンで録音してるんであれなんですけども、やっぱそのスマートフォンを多くの人が本当に世界中で、この10年間、最初はね、iPhone が出て、ほとんどまだ多くの人はね、ガラケーだったと思うんですけど、この10年間でめちゃくちゃ多くの人が日本でもね、本当に日本でも使ってない人の方が少ないぐらいですよね。本当に高齢者の方とかもね、子供とかも含めて、多くの人がスマートフォンというものを使って、ネットにアクセスできるようになりました。そこで、やっぱりそのね、革命的なね、ここ数年での革命的な出来事は、その動画を見るようになったってことだと思うんですよね。あなたも今こうやって私の動画をね、ご覧いただいてるわけですよね。どういう経緯でね、私のことを知っていただいたかはわかりませんけれども、それこそ YouTube でなんかたまたまね、私の動画がおすすめに出てきて、知っていただいたって方もいらっしゃるかもしれませんよね。もしくは Facebook とかで広告を見たいね、Facebook で私が出してる広告というか動画を見て、ヒルトルってやつがいるんだなってなんか知っていただいてね、今この動画をご覧になっていただいてるね、方もいらっしゃるかと思います。っていう形で、その動画を使った戦略ってのは昔から言われていますけど、本当にこれからの時代もその非常に大切な戦略になります。はいね、ただ動画を使えばいいって話じゃないんですけど、一つは動画ですよね。その動画というものがね、やっぱこれからの時代はね、やっぱりその昔っていうのはですね、そのインターネットというものができたよとね、インターネットというものがあって、インターネットを使うとね、新しいお客さんを集められるよっていう時代がね、やっぱりこの20年ぐらいあったわけなんですけれども、そのインターネットの中で、やっぱり動画というものは、徐々にね、最初は全然動画を見るなんてね、すごく無理だったと思うんですけど、YouTube が出てきて、ね、徐々に動画というものがね、自分で投稿したりとか、動画をね、そのパソコンで見るっていうことが、ちょっとずつ市民権を得てきたわけですよね。で、それが、この動画っていうものの存在がどんどん大きくなって、やっぱ私が思うに、今ではそのね、インターネットっていうもの自体がそのほぼ動画だとね、インターネットっていうその空間の中に動画っていうものがちょこんとあるような形ではなくてですね、インターネットイコールもう動画コンテンツだよと、はいね、インターネット上のコンテンツってものは何かね、そのアニメでもいいんですけれども、やっぱ人が動いていて、音声があって、画像があって、何か動くコンテンツがある、リッチコンテンツとか言いますけども、そういったね、ただ文章を読むだけとか音声音楽を聞くだけじゃなくて、やっぱりそのね、これから VR とかね、いろいろ出てくると思うんですけども、やっぱその直接動く動画ビデオを見るっていうのが、このインターネットの主流になっていくんじゃないかなというふうに思います。あなたもおそらくね、YouTube とかもちょっと見ると思いますし、 Facebook を見ても、ね、Facebook とか Twitter とか Instagram 見てる方多いんじゃないかなと思うんですけども、そこで必ず動画って出てくると思うんですよ、ね、文字だけじゃないですよね。 YouTube はもちろん動画ですけども、そのいろんなソーシャルメディアにおいても、その文字だけじゃなくて、本当に動画というものがもうどの SNS でも使えるようになってくるわけですよね。昔は YouTube しか動画をアップできなかったけども、今では本当に Facebook も Twitter も Instagram もいろんなね、 LINE とかも含めてですね、いろんなプラットフォーム、いろんなソーシャルメディアにおいて、その動画をアップして、みんな動画コンテンツを見るっていうのが本当に当たり前になりました。ですので、これからの時代はこの流れがどんどん加速していくわけなんですよね。なのでこれからの時代、動画をアップしていないと、あなたが何かビジネスをされているのに、なんか動画を全然使っていないよっていうのはやばいです。はいね、特にリアルなお店でももちろんそうですけれども、本当にどんなビジネスをされていてもですね、ただね、文章とか画像で伝えるっていうのは最低限絶対やらなくちゃいけない、ね、わけですけれども、それよりかはね、私のお店こんな感じですよと、うちの商品こんな感じですよとかね、スマホでね、簡単に生配信もできますし、ね、動画を撮るってのも本当にスマートフォンのおかげで簡単にできるようになりました。ですので、動画っていうものを使わなくちゃいけないっていうのが本当にね、大前提なわけなんですけど、じゃあその動画を、どこに流すのかっていう話ですよね。YouTube にアップしますかと。ね、今 YouTube でね、これ配信していますので、YouTube にアップするのってのは一つですよね。
はい、で YouTube っていうのはもちろん非常に有力な、ね、配信先の一つなんですけど、じゃあ YouTube にアップして終わりですかって話ですよね。他のいろんな、Facebook とかね、あの Twitter とかね、あの Twitter、インスタとかね、まあ、いろんな、まあ、最近だったら TikTok とか TikTok っていうんですかね、そういった動画のプラットフォームとかもね、あのありますよね。いろんなソーシャルメディア、いろんなプラットフォームが出てきてると。で、せっかく撮った動画、私もこうやって作った動画をですね、そのただ YouTube にアップして終わりですかって話なわけですよ。で、私の場合はYouTube っていうのは結構こうやって長く撮ってるので、それに比べて Facebook とか Instagram とか Twitter あんまり長い動画って好まれないんですね。ですので私がこうやってね、長く喋ってる内容をちょっと短くしたりね、編集で短くしたりとか、ちょっと短いバージョンをもう一回僕が撮り直したりして、同じ内容をですね、 YouTube だけじゃなくていろんなところで流してるわけなんですよ。ですので私の動画というのはただ YouTube で流してるだけじゃなくてですね、Facebook、Twitter、Instagram、あと LINE とかにもね、アップできますので、 LINE のストーリー、タイムラインっていうんですかね、 LINE のタイムラインで僕の動画を見ることも、できます。はい。でそれを、ね、私が、まあ、LINE とかはちょっと個人的なものなので自分でアップしてるんですけど、こういった YouTube とか Facebook、Twitter、Instagram っていうのは別にもうスタッフさんに任せてます。はい。僕はただこうやって動画を撮って、じゃああと編集よろしくみたいな感じで、うちはね、その編集ができるメンバーを僕が育ててね、雇っていますので、人にお任せして、まあ、1ヶ月に何回、まあ、毎週でもないですけども、ね、2週間に1回とか、スタッフさんにね、僕の家に来てもらって、こうやって動画を撮ってるわけなんですよ。はい。で、それを、じゃあ、編集よろしくっていう形で丸投げしてですね、そうすると、その動画が勝手に、投稿まで任せているので、Facebook とか Instagram とか Twitter とか、いろんなところに僕の動画、ネット上のいろんなありとあらゆるところに僕の動画が溢れているってね、話になってるわけなんですよ。これが最新のね、まあ、マルチチャンネル戦略とか言うんですかね。マルチチャンネル戦略、はい、マルチチャンネル戦略という言葉で言ったりしたりするわけなんですけれども、はい、で海外のマーケッターも必ずこういうことをやっています。はい。ね、まあ、YouTube だけじゃなくて本当にね、 Facebook と、まあ、Instagram が多いですね。 Twitter たまに、まあ、使ってない人も結構多いんですけど、やっぱ Facebook と Instagram っていうのは今の時代本当にマストですよ、ね、やってないのはおかしいと。で Instagram であれば、ね、ストーリー機能、私もよく使ってますけども、ストーリー機能といってスマホとかでですね、まあ、簡単な短い動画をアップすることができます。15秒間の動画をアップすることができます。まあ、もしくはもっと長い動画でもアップするとね、15秒ごとに分割して見れるようになりますので、そのインスタグラムっていうのもストーリー機能、インスタグラムのストーリー機能もあるし、インスタグラムで縦に長いね、その長い動画をアップすることができるんですね。それが IGTV、インスタグラム TV っていうね、ものも結構最近できました。ということで、あなたもですね、私はちょっと Facebook やるの嫌いだから、ちょっと Facebook に動画アップしませんとかいうね、そういった個人のなんか入り込みとか好き嫌いで、なんかね、ここにしかね、動画をアップしないとか、コンテンツをアップしないっていう風にするんじゃなくてですね、まあ、本当に、ね、もしあなたのお客様が Facebook、あなたの市場の見込み客がですね、Facebook を使っているのであれば、必ず Facebook を使いましょうって話なわけですよ。別にあなたが自分で投稿しないでも、誰かね、その動画を編集したり、アップしてくれるね、人をちょっと雇って、その人にね、やってもらえば、私も別に自分で動画を Facebook とかにアップはしていませんので、っていうね、ちょっとね、人に手伝ってもらいながら自分で全部をやるのは大変ですから、まあ、私のようにそうやってね、お話をして、その後の処理はもう任せたよっていうことをすると、ね、本来ね、そのやるべき仕事ってね、やっぱ経営者さん、社長さん、リーダーの方はいろいろあると思いますので、そういった本業に差し支えない形でですね、そのやっぱりマーケティングができるね、本来のそのね、その商品を売るって言ったり、そのサービスを提供するっていうね、本業に加えて、やっぱそのマーケティングをね、しっかりやっていかないと、新しいお客さんを集めてですね、商品をセールスしていくことができませんので、ね、本業に加えて、やっぱりそのちゃんとマーケティングを行う必要があると。それをやっぱりね、そのこうやってね、なんか、まあ、毎日ブログを書いてもいいですけれども、まあ、それよりかはね、動画をこうやって、私も結構一日に何本も撮ったりしていますので、動画を撮って、それを編集してもらってですね、いろんなFacebook、Instagram、Twitter とかね、IGTV とかいろんな形に、LINE とかね、形にちょっと、少し形とか、そのね、いろいろ何ギガまでアップできるとか何分までアップできるみたいな制限がありますので、それをですね、その制限に従って、いろんなコンテンツをアップするっていうのが非常に大切になります。で、やっぱり動画を撮っちゃえば、ね、動画っていうのはいわゆるリッチコンテンツ、非常に情報がたくさんあるわけなんですよね。ですので、よくあるのが、例えばね、こういった動画のちょっと静止画を切り取って、なんか話してる風のね、
なんか静止画を切り取って、それを画像として Facebook とか Twitter とか Instagram にアップする。で、そこにちょっと何かね、いい言葉を少しなんか一言書いてとか、っていう形で、そのね、動画を画像として、写真としてアップすることもできるし、そのね、この動画の、その音声だけを切り取って、その音声として、なんかね、そのポッドキャストとかね、いろんなところに、音声だけのメディアにアップすることもできますし、この動画のね、音声を文字起こしして、それをブログにするとか、そういう形で、その一旦動画を撮ってしまえば、複数の形のね、いろんな別のコンテンツに使い回すっていうこともできちゃうわけなんですね。っていう形で、その海外のマーケッターは、自分でじゃあ毎日ブログを書くかっていうと書かないわけですよ、普通の人はね、有名な人方々は。そうじゃなくて、とりあえず動画を撮ってね、撮ってもらって、それをスタッフさん、メンバーさんがね、他のいろんなソーシャルメディアにアップしたり、そのね、音声にしたり、文章にしたり、写真にしたりっていう形で、いろんなメディアに本当に毎日のようにアップしています。ですので、あなたもぜひね、それを全て全部真似しようっていう話ではないわけなんですけども、できることから少しずつでも真似してほしいなというふうに思います。で、なぜやっぱりこれをやるかっていう話なんですけども、やっぱ今の時代ではですね、そのやっぱり昔みたいに、まあメールがあって、みんなちゃんとメールをね、毎日のようにチェックして、ね、昔は Facebook とかもなかったわけですよ。ね、だからメールとか見てたわけなんですけど、今やっぱりみんなメール毎日見るかっていうと見ない人もね、結構多いと思いますし、それよりかね、LINE とか Facebook とか Twitter とかインスタとかそういったいろんなね、別の新しいソーシャルメディアっていうんですかね、プラットフォームに時間をある意味消費してる、浪費してるっていうのがね、吸われちゃってるわけなんですよね。ですので、やっぱりそのただ自分はね、なんか広告を使ってリストを集めてメールでしかコミュニケーションをしませんっていうよりかは、もちろんメールも有効なんですけれども、メールも使いながら、私のように ねメールも使いながら、いろんな Facebook にも Twitter にも Instagram にも、ね、YouTube ね、こういった YouTube にもいろんなところにコンテンツをアップしているわけです。まあそうするとやっぱりいろんなねメリットがあります。やっぱりね、そのお客様がいろんなところで自分のことを見てもらって、そんな、いつ見てもこの人よく出てくるなっていう形で、すごくね、自分のファンになってもらったり、することができるわけなんですよね。あと仮に、もし仮にね、なんか自分のアカウントがどれか削除されてしまったり、YouTube がダメになったり、インスタがダメになったり、Facebook がダメになったってことがあるかもしれませんよね。でも、そうやって、複数のね、チャンネルに自分のそのアカウントを持って、そのコンテンツを発信していれば、そうね、どれか一つがダメになってもバックアップとしてね、他のところでお客様をね、継続的に集めて、ファンを集めて、リカバリーをすることが全然できます。ね、私が別に YouTube ダメになっても、そんな痛くないというかね、別に Facebook もありますし、メールもありますし、仮にメールが全部、まあ、ないとは思いますけど、メール、僕のね、メールマガリストが全部なくなったとしても、また Facebook とか YouTube とかいろんなところにね、アカウントはありますから、そこでまた告知をして、メールアドレスを集めれば、別に全然問題ないのかなと。問題なくはないですけれども、また比較的早いスピードでね、ビジネスを復活させることができるんじゃないかなというふうに思っています。ですので、本当にね、今の時代、昔と違って人がいろんなところでいろんな媒体でコンテンツを見ることができるようになりました。動画もたくさん見れるようになりました。なので、ね、人々がよく見ている、ね、有名な媒体、ね、YouTube だったり、Facebook、Twitter、Instagram、ね、LINE とかいろんなね、ところで、ぜひコンテンツを使い回して、そこで、まあ最終的にメールだったり、もしくはソーシャルメディア上でもダイレクトにセールスをしちゃうっていうのが、本当にね、素晴らしい、ね、最先端のやり方です。もうこれは、本当に世界のね、非常に有名なマーケッターは全員やってるわけですよ。やってないマーケッターは本当にいません。やってないマーケッターは本当にもう時代遅れと言っても過言ではないわけなんですね。ですので、まあこれからの時代は、そのね、メールも重要なんだけども、それと一緒にね、ソーシャルメディアっていう、メールだけじゃなくてソーシャルメディアっていうものもね、もう一つのね、柱としてね、メールとソーシャルメディアっていう2本の柱を持って、それをね、相互作用をさせながら、幅広くお客様にね、アプローチをしていく。自分の新しいお客さんに自分のことを知ってもらって、自分のことを知ってるお客さんにもソーシャルメディアでアプローチをしたり、メールでアプローチをしたりってね、いろんな角度でいろんなチャンネルでね、そのアプローチをすることによって自分の濃いファンを集めることができて、本当にね、その自分の商品を何度も買っていただけるような素晴らしいね、リピーターのお客様ができるようになりますので、私も本当にこの2年間ほどですね、そのやっぱモバイルビデオ戦略がいいよと、 Facebook とかにもね、 Instagram にも動画をアップしなさいよってことをだいたい2年前2017年かなに聞いたんですけども、やっぱそこからね、2年間ほどまあいろいろやってみて、試行錯誤をしてみて、ああでもないこうでもないってやってみて、でもやっぱりこのやり方ね、そう、 Facebook とかいろんなところに動画をアップしていくやり方ってのは間違いないなとね、本当に確信ができて、まあその結果で、その結果ね、あなたもそうかもしれませんけども、たくさんのお客様が私のことを知っていただいてですね、ああ、ヒルトルっていうやつがなんか動画を出してるなってことで、私のファンになっていただいてね、動画を見て、今ご覧になっている方も多いんじゃないかなというふうに思います。
ですので、本当にね、何度も言いますけど、本当に動画を使ってそれをいろんなところに出していくっていうのが、本当にね、この世界最先端のね、まあマルチチャンネル戦略とか言うんですけど、本当に大切な、これからね、ずっと使われていくであろう戦略になります。で、やっぱり思うのは、こういったコンテンツを出している人、常にたくさんのところに露出をした人が、ね、勝つんだなってことなんですよ、ね、やっぱりいくら素晴らしい商品を作ってもなんか無料でねこういったソーシャルメディアにコンテンツを出さなくなったらあの人何やってるのかなともうやってないのかなって形でねそのやっぱり露出を常にしていかないとね自分のプライベートとかも公開しながら常にコンテンツを出していかないとやっぱりねその人の目に触れなくなってしまってやっぱり売り上げとかを維持することができなくなってしまう人の注目を集めることができなくなってしまいますのでせっかくそれ全部ね広告使わなければ無料で別に YouTube も Facebook も無料でコンテンツアップできますよで無料でできるのに使わない人がいますかっていうね使わない手があるかって話ですよですのでそうやってねぜひ無料でコンテンツもアップして、まあ、さらに追加のねやり方として広告なんかもうまく使うことによっていろんな無料コンテンツと広告なんかもね相乗効果を出しながら本当に素晴らしい結果を出すことができますのでちょっと長くなりましたけどこれがねこうやっていろんなねあのチャンネルに動画を流していくマルチチャンネル戦略こそが本当に世界最先端のデジタルマーケティングのやり方です私もこのやり方を使って大きく結果を出して新しいお客様を集めて売り上げを増やしていますのでぜひあなたもねこのやり方っていうのを全て真似する必要はありませんけどちょっとできるところからでもね本当に週に1回動画を出すだけでもいいですから本当にちょっとしたステップでもいいのでぜひねあのできるところから実践していただければなというふうに思いますぜひわからないところはねお気軽にコメントくださいということで、ね、本当にねいいね悪いねチャンネル登録コメント何でも結構ですのでぜひお気軽にあのコメントリアクションいただけると嬉しいですそれでは最後までご覧いただきありがとうございました今後もねいろいろコンテンツを出していきますのでぜひ次回の動画も楽しみにしておいてくださいそれではまたバイバーイ